今回は、スパーク製43分の1サイズのミニカー。2023年、スーパー GT、GT300 クラス。ヨギボー NSX GT3。27号車のミニカーを紹介します。このミニカーは、2023年4月27日から予約開始。27号車の NSX GT3 だけではなく、2023年のスーパー GT、GT300 クラスに参戦の18号車アップガレージ NSX GT3 も同時に予約が開始されました。すでに18号車アップガレージ NSX GT3 は発売されていて、これで2023年のGT300 クラスに参戦する NSX GT3 は揃いました。2023年の27号車ヨギボー NSX GT3 は伊藤黎明選手と岩沢優吾選手によるドライバーラインナップ。岩沢優吾選手は2019年の SRS 出身ドライバーですが、今まで GT300 のホンダ車に乗るSRS 出身の若手のドライバーは、ベテランとのコンビで育成を目的にしている場合が多かったですが、この27号車ヨギボー NSX GT3 は若手コンビでなかなかの試練です。2023年の27号車の成績ですが、開幕戦の岡山では雨のレースで4位でしたが、このレースで同じ NSX GT3 を使い、同じデビュー戦の18号車。2019年の SRS で、岩沢選手と同期の小出俊選手が優勝していて、レース後のコメントでは、4位でも悔しそうなのが印象的でした。第2戦の富士では、トラブルもペナルティも特にありませんでしたが、普通に遅くて、決勝15位。第3戦の鈴鹿は、ペナルティもあって20位。第4戦の富士では、トラブルもあり20位。第5戦の鈴鹿では、最終周まで8位を走行しながらも、最後に抜かれ、決勝9位。第6戦の須郷では、決勝18位。第7戦のオートポリスでは、決勝のレース中にタイヤが外れ緊急ピットイン。さらに、ブレーキトラブルにより、車両から白煙が上がり、複合的なトラブルが発生して、結果はリタイア。最終戦の茂木では、決勝前のウォームアップ中にトラブルが発生したことで、グリッドにつくことができず、ピットからスタートし、最後尾から追い上げていたレース中も、またトラブルが発生して、結果は完走扱いにもならずリタイア扱い。開幕戦の4位がベストリザルトで、年間ランキングは20位でした。2023年12月16日発売。品番 SGT-077。 品名ヨギボー NSX GT3 ナンバー27ヨギボーレーシング。GT300 スーパー GT2023 税込み12,100円。台座への記載はヨギボー NSX GT3 ナンバー27ヨギボーレーシング GT300 スーパー GT2023。 台座の逆側にはユーゴ岩沢黎明伊藤。台座にシリアル番号の表記などはありません。スリーブのデザインは全体的に白でシンプルなデザインです。スリーブの手前にはホンダのロゴと HRC のロゴ。スリーブの上面にはスーパー GT2023 シリーズのロゴとスパークのロゴ。スリーブの裏面側にはスーパー GT2023 シリーズのロゴ。スリーブの底にはスパークのロゴ、ミニマックスのロゴ、
ホンダのライセンスとスーパー GT のライセンス。対象年齢14歳以上の表記などがあります。このミニカーと私が撮影した2023年の27号車を比較すると、ボンネットの開口部のスポンサーが開幕戦から第3戦までは短冊ですが、第4戦以降はジンラックがボンネットの開口部とサイドアインテークの前、フロントバンパーのカナードの上にロゴがつきます。そのことを踏まえてミニカーを見ると、このミニカーは第4戦以降の仕様です。今回私の元に来たミニカーですが、車両に対して縦に引かれているラインをよく見ると、ボンネットの先が左に少しずれています。車両の顔の部分なので気になりますが、他には特に気になる部分はありません。2023年12月16日発売のスパーク製スーパー GT の NSX は他にも同時に発売されていますが、ミニカーを取り扱う多くのお店ではこの27号車ヨギボー NSX GT3 だけが早々に売り切れで、この27号車が人気なのか、 GT300 クラスの NSX GT3 の生産数が少ないのかは分かりませんが、同時販売の GT500 クラスの NSX が売れ残っているのに対し、それらと比べるとこのミニカーは入手困難のようでした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今後も動画制作を応援していただけるなら、引き続きチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。